レスリングオリンピックの金メダリスト吉田沙保里さんが東京都内の学校にサプライズで登場しました。はい、沙保里。22日午後2時半過ぎ、東京八王子市の都立南多摩中等教育学校でオリンピック3大会連続で金メダルを獲得し、国民栄誉賞を受賞した吉田沙保里さんが登場し、グラウンドに集まった生徒が拍手で迎えました。東京都の教育委員会は今月から子どもたちを笑顔にするプロジェクトを始めていて、吉田さんは第2弾の登場になります。生徒たちにはサプライズの登場で、吉田さんは今しかできないことを一生懸命に頑張ってと生徒たちにエールを送りました。